小ヶ崎送信所株式会社仙台放送は宮城県を放送対象地域とするテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は計画段階ではその時点の英文社名仙台テレビジョンブロードキャスティングコープの頭文字を取った SBC だったがすでに新越放送が使用していたために仙台予約局のコールサイン ジョックス DTV の後ろに文字であるオックスになった。富士テレビ系列マストバイ局であり、東北地方における同系列の機関局でもある。県内企業では77銀行との関係が深く、会社設立には富士テレビや産業経済新聞社など富士産系グループが関わったことから、富士テレビ系のローカル局では大きな発言力を持つつぼねの一つである。 リモコンキー ID は、キー局のフジテレビ、純キー局の関西テレビ等と同じ。8で、フジテレビとは、仙台親局の物理チャンネルも 21CH で同じ。2016年12月20日付で、フジテレビの親会社である、フジメディアホールディングスが関連会社2社などから株式を追加取得することで、FMHD の連結子会社となった。 在京キー局を子会社に置く放送持ち株会社が地方系列局を連結し会社化するのは仙台放送が全国で初の事例となる。キャッチコピーは2017年の開局55周年を記念して制定されたかける仙台放送2016年までは804仙台放送が使われていた。 また2011年3月11日に発生した東日本大震災以降は共に仙台放送のキャッチコピーが使われている企業団体の名称個人の肩書きは当時のもの出典、1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日2015年3月31日 初代ロゴかつて、東京支社が入居していた77銀座ビルかつては、古川市、気仙沼市、石巻市及びロサンゼルスにも、市局を開設していた。なお、移転前にあった仙台市営バスの、仙台放送前バス停は、もがさきに変更されている。現在の、仙台放送前バス停は当初は、東日本放送前で、KHB が双葉が丘に移転し、仙台放送が、 現車屋に移転するまでは農学部前として運用されていた。当該路線は仙台市 a バスが主体の路線であったが、社屋完成とともに仙台市 A バスは宮城学院線から撤退した。くしくも撤退後にバス停が仙台放送前に変更された。かつて仙台放送の歌というイメージソングがあり、1985年9月まで、 オープニングに使用されていた。作詞は石郷勝義、作曲は泉拓が手掛け、歌は北野道子が担当していた。2007年に発売された CD2 枚組セット、懐かしの仙台 CM 大百巻に収録されている。かつては旧もがさき社屋にも設置されていた。一部地域ネット、県域放送特別番組制作局の表記のない番組は、 富士テレビ制作。オックスは在戦民放4局の中で、テレビ、東京系列の番組が最も少ない時期が長かったが、近年は増加傾向にある。全国ネットローカルニュースゴールデンタイムの番組深夜、番組ブロックネット番組以下東北電力提供、スカパー、向け制作番組このほか、テレビ、静岡制作のプロダクション人力者のタレントが、 出演する一連の番組はかなり時期が遅れたものの、一通り放送された。アニメその他このか犬声、猫なでなど、東名阪ネット6などが制作している一連の動物ドラマが放送されている。丸は、宮城テレビ開局後以降された番組。通常、民放のつぼねでは、地元出身者に採用を限定したり、全国を対象にしても最低一名は、 地元出身者を採用する例が多いが、仙台放送には2021年現在、宮城県出身のアナウンサーが一人も勤務していない。男性女性大年、寺山、もがさき送信所富士テレビ系列のリモコンキー、ID 地図地図上で赤く塗られている地域のねが、ID8 である。過去、ありがとうございます。